君が履いた白い息が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく。レディオイルミネイトスペシャル番組、ネットフリックス深夜食堂東京ストーリーズ全話レビュー。はい、ということで深夜食堂の東京ストーリーズ全話レビュー、今回は第8話、長芋のソテーでございます。物語はですね、ある夜、常連のルミが久松とその妻藤子を伴って飯屋を訪れる。二人は結婚23年目ながら仲の良い年の差夫婦。そこにやってきた常連客のカリスマ AV 男優エレクト大木。藤子は大木を見つめて、てんてんてんということになっておりまして、今回この藤子を演じているのは小川たまきさんでございます。はい。個人的に何回かね番組では言ってるんですけれども、個人的に私ショートカットの女性が非常に大好きでございまして、まあショートカット、まあ、僕の中のね、まあ、ショートカット三大美女といえばですね、原田知世さん、深津絵里さん、そしてこの小川たまきさんが入ってくるというですねまあなかなかね、そのなんていうんですかね、ずっとショートカットでいる人ってあんまいないんですけどね、女優さんとかでも。やっぱ髪の長い時期があったりとか短い時期があったりとかしながらなんですが、まあ小川たまきさんどちらかというと比較的ショートカットの時期の方が長いんじゃないかなと思いながら見てるんですけれども、まあ小川たまきさんね、進撃の巨人だったり時効警察だったり、あとジーンとかね、その辺にも出てらっしゃるので、もう見た瞬間皆さんね、ああこの人かと、まあ分かる方でもございますのでね、ぜひチェックしていただければなと思います。はい。で、まあその先ほどの物語でもご紹介しましたが、まあそのある夜にですね、まあお茶漬けシスターズというですね、飯屋では常連組のルミさんがいるんですけれども、まあこの方がですね、なんか仕事でお世話になっているということでですね、印刷会社の社長さんが、まあ、その久松さんって方なんですね。でその妻が藤子さんということで、面白いね、ご飯屋さんがあるんですよということで紹介して、飯屋に連れてくると。で頼めばね、何でもできるって聞いたんだよねということで、久松社長が注文したのが長芋のソテーということなんですね。まあ、この長芋のソテーね、作るシーンからこう映像出てくるんですけれども、まあ、非常にね焦げ目がねしっかりついててですね、美味しそうなんですよ。でそのね、美味しそうな長芋のソテーを食べた久松さんが何て言ったかというとですね、まあ、やっぱ妻の作る長芋のソテーの方が美味しいねと。まあ何ですか、のろけっていうんですか、こういうのまあこれをね言うっていう感じでね。で結婚23年と4ヶ月みたいなんですけれども、まあ、久松さんはね本当にこう奥さんをね、この藤子さんね、この奥さんを大事にしているという雰囲気がね、非常に伝わってくるね、なんか心優しい感じのね社長さんでございまして、まあこういう夫婦見てるとやっぱ結婚したいなと思うっていうですねまあ単純な私のね脳内というかね感じなんですけれども、まあそこにですね、エレクト大木がねフラットこのメシアにやってくるんですね。でエレクト大木を見た藤子はなんかこうはっはっっていう、なんかね何か思い出したような表情を見せるんですね。でまた別の日にですね、飯屋に訪れていたエレクト大木、そしてそこにまた藤子が現れるんですよ。はい。でなんとですね、このエレクト大木とですね藤子さんはですね、実はですね AV で共演していたんですね。でその結婚が決まっていた時期に どうやらですね、その23年前ぐらいってことですよ、つまりね、に出演していたそうで、まあ藤子さんが言うには、まあ、旦那は知らないはずだということだったんですね。でこの、まあ、年の差夫婦ということで、この藤子さんと久松社長の結婚にはいろいろとね周りではいろんな噂が立っていたらしく、まあこのちょっと藤子さんのお父さんの会社がね、ちょっと倒産しかけてたとか、なんか そういうやばい状態にあったみたいで、まあ、その援助をしてもらうためにね結婚したんじゃないかと
というふうに周りは噂していて、まあ、藤子さん曰く、まあ、当の久松社長もですね、まあ、実はそういうふうに思ってたんじゃないかと、私は思ってたんですと。だけれども、まあ、その藤子さん自体は、まあ、久松社長にね、こう惹かれていたってことをですね、こうエレクト大木と2人で会話しているときに、まあ、告白するんですね。でもなんで AV に出演したんだというふうにエレクト大木がそこで問いかけまして、でそうするとですね、実は私処女だったんですというふうに藤子はまたここでも一つ告白をします。はい、例えばその久松社長さんっていうのは、その前の奥さん、まあ奥さんがいらっしゃったみたいなんですけど、その方とは死に別れたみたいなんですね。なので、まあ、例えばその久松さんにはその藤子さん以外にこう思い浮かべる人がいるのに、藤子自体は処女だったので、このまま結婚してしまうと私にはそれ、その久松社長以外に思い浮かべる人がいないと、でそれがねフェアじゃないなと思ったと。でエレクト大木をですね、雑誌で見て、その頃にですね雑誌で見て、まあ、一目惚れしてしまったので、まあ、思い切って AV に出演したという告白をね、そこでするわけなんですね。まあ、そしてですね、その話の流れでと言いますかね、どういう流れだったかはあれですけれども、まあ、2人はね、そのままね、この後でホテルに行っちゃうんですね。一晩明かそうかとしていたところに、久松社長がね、倒れてしまったという電話が入ってしまい、ということだったんですけれども、その後ですね、久松社長は、もうお亡くなりになってしまうという形なんですね。でその後のですね、大木と藤子の関係、またはこの藤子と久松社長の関係、夫婦愛、こういったものはね、どうなってしまうのか、それはドラマでご覧いただければというですねことになっております。で今回のね、この長芋のソテーのお話なんですけれども、なんて言うんでしょうね、なんも言えねえみたいなもうあのオリンピックのね、水泳の北島康介選手ばりにですね、なんも言えねえっていうね、なんか感じなんですよね。なんかこう、久松社長に、藤子さんはその久松社長にね惹かれてたという感じのことを言っておきながらですよ、結局エレクト大木と再会した時に、あのホテル行っちゃうじゃんみたいなこのなんていうんですかね、この心理描写はですね、ちょっと私にはちょっと私の理解できる範疇を超えているというか、どんな気持ちでそこに行ったんだろうっていうのは、もしかするとこれ男性側には分かんないのかななんて思いながらも見てました。もしかするとその女性の方が見た時には、もしかするとこの藤子の気持ちに寄り添えるのかなというふうには、多めに見て多めに見てそんな感じなのかなっていうふうにね、見てました。はい、なのでそのね、あの結婚する前に、まあ、その久松社長に惹かれていたとは言いながらもですよ、まあそのね、なんて言うんですか、私には他に思い浮かべる人がいないのは、まあフェアじゃないなと思ったから、あとはまあ処女であることが、みたいな、ダメなのかなみたいな、別に少女でも良かったんじゃないかなって僕は思うんですけれども、まあ一応その前置きとしてね、その処女っていうのを あのありがたがるというかね、好む男性っていうのも多いじゃないですかという話は出てたんですよ。でその久松社長っていうのはまさにそういうタイプだったと、処女の方をね、まあ歓迎するっていうようなタイプだったからみたいな話も出てたけれどもですよ、であればそれでよかったんじゃないのって僕は思うんですけどね、本当に惹かれてたんだろうね、そういうふうには思うんだけどもっていう。で、まあ、もしかするとですよ、もう100歩譲って、この藤子さんの気持ちを、まあ、僕なりになんとか咀嚼して理解してみようかなと思ってたところなんですが、もしかすると
この久間社長ね、本当にいい感じのね人で、ものすごい藤子さんを大事にする雰囲気は確かに出てたんですよ。なのでそのご主人の愛っていうものがですね、まっすぐすぎて重かったのかなっていうふうには思いました。一応久間社長に惹かれつつその結婚したものの、まあ、どこかやっぱ息苦しかったものがあったのかなと思ってみたりとはしました。それでまあやっぱりホテルに行ったのかな、そういう、まあ、そこをそれでっていうわけでもないだろうけれどもみたいな、ホテルに行ったのかなというのもあったんですが、やっぱね、まっすぐってダメなんですかね、女性の皆さん僕ちょっと聞いておきたいんですけど、まっすぐってダメなんですか。今時ねって言ったらまた、うん、あれかもしれないですけど、貴重だとは思いますよ。一人の人のことでまっすぐ愛してくれるっていうのは貴重だと思うし、まあだからそれが重いってなっちゃうと、もうなんかどうしたらいいのみたいなあの感じになっちゃうんですよね。だからその辺はこれ女性的にどうなんですかね。やっぱそういうのダメなんですかね。あなたのことをね、まっすぐ愛すっていう男性は、なんかこうほら、やっぱ浮気とかは女性とかね許せないっていうじゃないですか。だからじゃあ逆にね、すごいあなたにまっすぐな男性が現れた時に、それを女性の皆さんはどう感じるんですかね。ありがとう、ありがとうっていうか、やっぱこの人でよかったなって思ったりもするのか、いややっぱ重いわみたいな、なんか適当に遊んどいてくれて、バレないぐらいに遊んどいてくれるのがいいんだけどとかなんて言ってるかねこれどうなんですかね。これね、正直ね、やっぱちょっと僕にはちょっと分かりづらい部分がありますので、ぜひあの女性の皆さんね、この辺の気持ちは、もしあの深夜食堂ご覧になっている方のがいて、女性の方いらっしゃいましたら、女性側から見た解釈というかね、見解をね、ちょっとあの教えていただけたらなと思いますので、ぜひその辺あのメールでお送りいただければと思います。はい、あのメールアドレスはね、お便りだよ@gmail.com、 お便りだよ @gmail.com でございます。まあこれもしかするとその女性じゃなくても、まあ女性の気持ちこんなんじゃないかなみたいな感じのなんか意見とかね、ある方いたらね、ぜひメールとかね、男性でもいただければなと思います。で今回のね、この深夜食堂も、あの毎回言ってるそのザ深夜食堂っていうようなね、一人語りのシーンでマスターがポンって言うみたいな話はあんまり なくて、あんまりないっていうか、もうなくて、で話もね、結構ねパン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 進んでいくんですよ、テンポよく。なので僕1回目見た時はね、これなんてことない、まあいい話だなみたいな感じでこうね、あの見てたんですけど、こう何回か見ていくうちに、まあ、さっきも言いましたけど、何も言えねえっていう感じになるんですよね。これある意味ね、今回の東京ストーリーズの僕の中ではある意味問題作、うん、あの梅干しと梅酒の回も問題作だって言いましたけど、これもね何回か見直していくと、これもある意味問題作だなって思いながら見るようになりましたね。はい、あの映画でですね、ブルーバレンタインっていう映画があるんですけど、まあ、これはね、あの男女の、これも男女のその結婚したね男女間のこう気持ちのすれ違いとか、そういうのを描いたね、すごい名作な映画なんですけど、まあ、これをねなんか思い出しましたね。なんか逆っていうか、うん、まあ、ブルーバレンタインはなんか倦怠期からそのままずっとなんかね冷めていく夫婦の話みたいな感じなんですけど、これ逆パターンというか、もうね、ご主人の方はものすごくずっと好きでみたいな感じの、まあブルーバレンタインも奥さんのことは好きなんですけどね、まあ、女性の気持ちの方がどんどん離れていってるようなみたいな、いやでもそれも離れていくのも当然の理由があるだろうみたいな、ブルーバレンタイン論争みたいなのもね一時期ブームで起こってたりしてたんですけど、なんかそれを感じさせるね、なんかお話でしたね、今回の長いものソテーに関して言うと。はい、なのでぜひあのご覧いただいている方で、いやこの藤子の気持ちはこうなんじゃないかとかですね、感じてらっしゃる方いらっしゃれば、ぜひメールいただければと思いますいやもうほんとね、わかんない、もうこれがこの、なんて言うんだろう、久松さんのこの
相手をこんなに大事にしてる感出てるのがダメって言われたらもうどうしていいか僕は分からないです、はい、そのあれですか、俗に言うその優しいだけじゃダメなのよってやつなんですかね。まあ、でもさ、優しい、本当に優しい人っていうのはさ、みんなに優しいんだよ。だからまあ、なもうな、だから、だからもうな、なんも言えないんですよね、なんか。なんて言ったらいいかさっぱりなんですよ。もう、まあ、そこがね、もしかするとそこが分かってないから、まあ、僕は未だに独身なんじゃないかっていうね、話もありますけど、もう優しいだけじゃダメって言われてもねって、本当に優しい人は優しいからねっていう、なんかもう優しいっていう言葉が便利すぎるよな、みたいな、まあ、感じもなんか最近してきましたけどね。まあ、なんかね、どんどん喋っていくたびにちょっと僕、どんどん悲しくなってくるんで、そろそろこの話も終わりにしたいなというふうに思います。ぜひご意見ご感想ある方メールでお寄せいただければと思います。ということで今回は長芋のソテーのレビューでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。